ジャガーメール。場名の由来は、氷の鎧。2007年9月8日、中山競馬場での3歳未勝利戦でデビューし、一着。3歳時は3戦目に2勝目を挙げて4戦2勝、1000万、下条件クラスを3戦目で勝ち、ジューンステークス、オクトーバーステークスと1600万、下条件特別戦を2連勝して、 重症初出走のアルゼンチン共和国売でも、スクリーンヒーローの2着に入る。12月の香港バーズに選出され、レースでは、後方からレースを進めて、ドクター・ディーノの3着とした。5歳となった2009年は2年連続出走となった、香港バーズを含めて、重症競争を5走するも、メグロ記念2着が最高の成績に終わる。2010年は、 ダイヤモンドステークスが、初戦予定も出走を取り消しして、翌週の京都記念から、始動ブエナビスタの2着とする。続く、天皇賞は直線抜け出したマイネルキッズを、ゴール寸前で差し切って、重傷発制覇を、GI 競争で飾り、安状のクレーブ・ウィリアムズも、JRA 重傷発制覇と同時に、外国人機種による初めての天皇賞勝利を、記録した。 その後は2011年のジャパンカップで、ブエナビスタの3着、2012年の香港バーズで、レッドカドーの2着、2013年のダイヤモンドステークスでアドマイアラクティの2着といった、成績を残すもさらなる勝ち星を挙げるには至らず、2014年の天皇賞でフェノーメノの16着だったのが、最後の競馬となって5月9日付で、競争馬登録を抹消。 引退後は、ノーザンファームで乗馬となった。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com、香港サイバー会に基づく、15着入選。ありがとうございます。